じゃあ暴力団権力っていないのかって、マルガリータには。いるよ。それヤーネンさん。要するに、外領国が暴力団権力や、実は。じゃあ伝統的な公衆っていないんですか？いるよ。ルーラン公爵とか。で、北マリオンはね、モンゴル相撲みたいなんで、決めるから。王様、馬上王。だから、前の馬上王の副官かね、その、副官だった人物が、前の馬上王を相撲で任せたわけ。倒した。で、馬上王に就任するやいなや、軍事行動を開始する。だから、この時点ではね、まだ馬上王はね、前の馬上王だし、で、その前の馬上王の弟が、七つの丘の、守りをしている。マイルの、東南の方角にある。七つの丘の、間違え、七つの穴、要するに、鉱山地帯。ちょっと待ってね。じゃあ、グーの方、半グレ、その、南マイルとグーはね、直線しか進まない。で、別の方角に行くときは一遍止まらなあかん。で、それからおもむろに、うーっと曲がれるねんけど、ほとんど直線しか走れないわけ。つまり、グリフォンのこと。半グレがね、実はグリフォンになるねん、実は。車道をね、列車のように走るやつら。あれがグリフォンやねん、実は。車道やのね。車やと本来と思いながらね。車道やからね、一応ね。でもあんまりね、そう、寄り道せえんでしょ。目的地に行くだけでしょ。それは、彼らが半グレ化する前のね、その、目的地に行くだけだったから。観光地でも。あとは脇目もほらの、馬みたいに、トッとコトッとコトッとコ。そういう自動車の運転の仕方する。半グレたち。目的しか知らない。あと教わってないみたいな。それがグリフォンなんですよ、実は。まあ、レイダースとかでも出てきたかな。インディ・ジョーンズね。前編出てくるのかな、グリフォン。ギリシャ神話でも出てくる謎の妖怪。まっすぐにしか進めない猛獣。ワシとかね、ライオンとかいろんな特徴を持ってるのにね。キメラなんですけど、要するに。キメラモンスターの一種なんですけど。しかし、神殿の置物のように、まっすぐしか進めないみたいな宗教存在。それが半グレなんですよね。半グレがグリフォンになるんですよ、実は。で、暴力団へのうるさい、暴言吐いてる、その、スクールウォーカーみたいな。スクールウォーカーがね、スクールウォーカーが、スクールワーカー、スクール暴言みたいな。で、暴力団に入るでも、ボロボロになってる。自分の人生見切るの遅かったやつ。それが暴なんですよ。じゃあその心臓ってもうしょぼい。そのしょぼい心臓を捧げるのが今回のワールド大祭。なんですよ。ワールド大祭はガイルで行われる。しかし、もう一個のガールちゃんは、ガールズバーチャーで言ったけど、もう一個のワールド大祭は土足都市って呼ばれる土葬で行われる。ガイルじゃなくて、ね、ガイル以外にもね、有力な港町がある。土足都市、土葬、そこは実はデカブリ帝国の根拠地だ。